こんにちは。歴ショックです。今回は、和田合戦後の和田義盛の子孫、和田一族のその後について紹介します。和田合戦では、総領の和田義盛を筆頭に、和田一族はことごとく討たれ、戦後にさらされた和田一族の首は234にも上ったといいます。一方、和田勢の中心として活躍した朝比奈義秀が、阿波の国に逃げ延びたという話をはじめ、この戦いを生き残った一族も多くいます。義盛の孫の和田知盛は承久の乱で再び北条氏に戦いを挑み、義盛の八男の義国は後年三河の国に移り、徳川家に代々仕える三河武士として生き残りました。また唯一和田氏を裏切り北条側として参戦した義盛の弟の一族は、鎌倉時代以降も越後の国で和田氏の名跡を残し、再び三浦氏と手を組むなど歴史にその名を刻んでいます。今回は和田合戦を生き抜き、織田信長、徳川家康の家臣となった義盛の子供たちの子孫、そして上杉謙信の家臣となった越後和田氏の系譜について紹介します。実朝と和田一族の板挟みに。実朝のお気に入り、和田知盛のその後。和田知盛は和田義盛の嫡男、和田恒盛の子で、将来の和田氏総領と目されていた人物です。知盛は、源実朝よりも年上で、最初は、二代将軍の源頼家に、近従として仕えていました。頼家の下では、足立景盛の妾の連行にも関与していましたが、頼家の失脚には連座せず、そのまま、後を継いだ源実朝の近従となっています。やがて、実朝が成長し、和歌に興味を持ち始めると、知盛は和歌の心得がある近従として、実朝に気に入られるようになります。知盛は、実朝が主催する和歌の会にも頻繁に出席しており、和歌で繋がった実朝のお気に入りの中では、年が一番実朝に近かったこともあり、大のお気に入りとなっていました。知盛は、実朝が北条泰時を中心に和歌や古実に詳しい御家人たちで組織した学問書版にも名を連ね、実朝のすぐそばで仕え、他に並ぶ者がいないほどの寵愛を受けていたといいます。ですが泉親衡の乱に和田一族が連座すると、実朝と知盛の関係にも暗雲が立ち込めます。一族が揃って赦免を嘆願したにもかかわらず、和田胤長が流罪とされたことに和田一族は抗議し、御所への出仕をやめてしまうという事態に発展したのです。知盛も一族に従って実朝の元への出仕をやめてしまいますが、北条義時憎さに実朝への攻撃も辞さない一族と実朝への忠義との間の板挟みとなり苦悩します。そして知盛は御所への出仕を停止している間に出家を決意し、実朝へ最後の挨拶とばかりに数週間ぶりに実朝の元を訪れます。実朝は知盛の参上をことのほか喜び、数箇所の児童食を与えるという破格の贈り物をしましたが、知盛は実朝への挨拶を済ませた足で出家し、鎌倉を離れてしまいました。北条との衝突を間近に控えていた和田義盛は、弓の名手としても知られた孫の出奔に激怒し、追っ手を放ち、無理やり鎌倉に引き戻しています。知盛は強制的に鎌倉へ戻され、僧の姿のまま実朝へ帰還の報告を行い、実朝もあっけに取られたと伝わります。その後知盛は僧の姿のまま和田合戦に突入し、北条勢と戦うも、一族が次々と撃たれる中、戦場の離脱に成功し、行方をくらましました。知盛は、和田合戦の前後に、和田義盛のいとこにあたる、佐久間家村の養子になっており、知盛の子の家森は、佐久間を名字に名乗っていました。知盛の養父、佐久間家村は、阿波の国の佐久間の地に所領を持っており、畠山重忠の乱にて、重忠の嫡子、重安を由比ヶ浜で討ち、その功績で、尾張の国に所領を与えられていました。知盛は、和田合戦後に行方をくらましますが、息子の家盛は、この佐久間氏の後継ぎとして幕府に仕えます。そして、和田合戦から8年後、承久の乱にて、知盛は朝廷側として参陣し、北条泰時率いる幕府軍と再び戦います。この時に、息子の佐久間家盛は、幕府軍として参戦しており、くしくも親子で敵味方に分かれる結果となりました。知盛は承久の乱での敗戦後、再び行方をくらまし、
6年後、北条義時、政子が亡くなり、泰時の時代になっていた1227年に幕府に捕らえられました。その後の知盛の行方は分かっておらず、家盛の領していた尾張の国に移り住んだとも、和田一族がいた越後の国に行ったともされています。戦国時代になり、織田信長の筆頭家老、軒佐久間として知られた佐久間信盛、鬼玄馬として知られた佐久間盛政は、佐久間家盛の尾張の国の勢力の末裔だとされています。滅亡した和田氏に系図をつなげたものともされますが、この説を取る場合、和田氏は常盛、知盛とつながる嫡流が江戸時代には大名となり、旗本を経て現代までその系譜をつなげていることになります。一族の裏切り者は再び三浦氏と手を組み生き残る。越後和田氏の系譜。和田合戦の後、公式に和田氏の生き残りとされたのが和田義盛の弟義持、宗実兄弟から始まる越後和田氏です。越後和田氏は義盛の弟、和田宗実が、奥州合戦の功績で、現在の新潟県北部に所領を与えられたことから始まります。宗実は、娘の津村の尼と、同じく義盛の弟の和田義持の子、重持を結婚させ、所領を相続させました。所領であったことから、高井を名乗っていた高井重持は、和田合戦において、ほぼ唯一、一族を裏切って、北条側についた人物です。重持は、和田勢の猛将、朝比奈義秀と激闘を繰り広げ、無双する義秀を馬から引きずり下ろすことに成功し、結局は討ち取られてしまったものの、北条側の勝利に貢献しています。重持の死後、所領は妻の津村尼が相続し、重持の子の高井時重を中心に続いていきます。時重の妹は、三浦義村の弟で承久の乱で朝廷側についた三浦胤義が残した子三浦胤康に嫁ぐなど、和田氏は三浦氏とは交流を保ち続けました。しかしその三浦氏も宝珠合戦で北条氏に滅ぼされ、和田氏の娘を妻とした三浦胤康も三浦方について滅んでしまいます。三浦氏はその後義村の娘の矢部善二の子供たちが名跡を継ぎますが、越後和田氏は彼らと共に本家滅亡後の三浦一族を代表する家として扱われるようになります。もっとも、現行の前後には、和田氏は御家人の身分ながら北条徳宗家の家臣になっていたといい、北条氏の家臣の身分を生かし、その力を高めていきます。この頃に、高井と名乗っていた姓を和田に戻したとされており、和田義盛以来の名族として再びのし上がっていこうとしていました。かつて越後守護を務めていた佐々木氏から正室を迎えるなど、小規模ながら越後の国の有力者として扱われていた和田氏でしたが、元寇後に起きた北条氏内部の争い、加減の乱に巻き込まれてしまいます。北条氏の有力者、北条宗方が討伐された事件で、当時の当主、和田持明も連座してしまい、行方をくらまします。この時に持明をかくまっていたのが三浦氏だったといいます。持明はしばらく経った後に許され、越後の国に復帰しますが、この頃には、後醍醐天皇の倒幕運動が激しさを増すなど、時代は大きく動いていました。後醍醐天皇の皇子、森吉親王は各地の武士に倒幕を呼びかけ、和田氏のもとにも森吉親王の文が届きます。森吉親王は、和田義盛以来の名族、和田氏を引き込むために、あえて和田氏を三浦和田氏と呼び、三浦一族として頼りにしていることをアピールしていました。幕府もこれには慌て、同じく三浦和田氏呼びをはじめ、和田氏を引き止めにかかり、和田氏もしばらくは三浦和田を公式に名乗るようになっています。最終的に和田氏は幕府側につきますが、幕府滅亡後は朝廷に下り、三浦氏と共に京都で活動していました。主家である北条氏の後ろ盾を失った和田氏は、新たな後ろ盾に三浦氏を選び、この時期の和田氏の命令書に三浦氏が一緒に署名するといった協力関係ができています。その後、南北朝の戦いが始まると、足利方として南朝勢力の多い本拠地の越後の国に戻り、南朝と戦い、以降は越後北部の国人として活動するようになります。南北朝の戦いが終わると、和田氏は領地との結びつきを深めるために和田の名字を捨て、地名から新たに名字を取り中条氏と名を改め、
室町時代をもって和田義盛以来の和田氏の歴史は一区切りつけられることになりました。中条氏は戦国時代には当主の中条富士助が上杉謙信の家臣として川中島の戦いをはじめ各地で活躍し、上杉軍を代表する猛将となります。上杉景勝の時代にも魚津城の戦いで柴田勝家から城を守り玉砕した十三将の一人として中条氏は活躍し、子孫は米沢藩士として江戸時代を生き抜いていくことになります。徳川家康の曽祖父の時代から松平家を支える和田義盛の八男杉浦義邦の系譜。和田義盛の八男杉浦義邦は和田合戦には参陣した形跡がないものの、和田合戦の後も生き残っていたと言われる人物です。義邦は和田合戦後、現在の滋賀県にあたる近江の国に逃れ、和田義盛の父、杉本義宗の杉と三浦氏の浦を合わせ、杉浦と名字を変え、北条氏から逃れ、ひっそり生きていたといいます。この義邦の末裔を称していたのが、江戸時代に旗本として続いた杉浦氏です。杉浦氏の名前が初めて出てくるのは、徳川家康の曽祖父、松平信忠に仕えていた杉浦正成からです。杉浦氏は小さな武士で勢力は大きくありませんでしたが、正成の子供たちは家康の祖父松平清康、父松平広忠に仕え、忠義に厚い三河武士として戦いの日々を送っていました。杉浦正成の孫の杉浦義貞は今川家の支配下となっていた松平家の一員として尾張の織田家と戦い、織田方の蟹江城攻撃で蟹江七本槍と呼ばれる活躍を見せています。この七本槍には、後に小田原藩の藩主となる大久保忠世をはじめ、徳川家の強者が揃っていました。義貞のこの杉浦勝義は、松平元康として今川軍の一員になっていた徳川家康が、桶狭間の戦い直前に、味方の大高城に兵糧を運び込んだ際に、偵察部隊として活躍を見せました。勝義は偵察隊として大高城近くの敵を観察し、家康に対し兵糧を運び込むタイミングを進言。家康はそのまま大高城に入り、今川義元が撃たれた桶狭間の戦いをやり過ごしています。ある意味家康の運を切り開いた一人と言ってもいいでしょう。その後も杉浦氏は三河一向一揆や姉川の戦いなど家康の戦いに従軍し、将として軍勢を率いることはなかったものの、家康の力の源となった忠義一徹の三河武士の一人として戦国時代を駆け抜けました。杉浦氏は小物ゆえ大きな活躍は残されていないものの、家康の重臣石川数正が豊臣秀吉の支えを受けて出奔した際には、城の鐘を鳴らしてこれを通報するといった具合に徳川家の内部事情につながる活躍を見せています。杉浦氏はそのほとんどが江戸時代には200石程度の小規模な旗本として残り、一番大きいもので6000石の耐震旗本として甲府城の城代などを務めた杉浦正殿が出ています。和田義盛の末っ子の系譜は300年の時を経て徳川家を三河の一勢力時代から支えた三河武士として戦国の世に躍り出ることとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。